本日の畑の様子を撮影いたします。今日はゴールデンウィーク中の5月の3日です。これが今ブルーベリーがですね、結構できそうに思いますけど、つきすぎかもしれません。こっちにもブルーベリーがあります。で、これはちょっと茂りすぎてますけど、一応ブルーベリーがあります。ここにもブルーベリーがなってますね。で、こんな感じでブルーベリーがいくつかできてってることを感謝します。こちらはオリーブですけど、オリーブの横にひまわりかなんかバカでっかいのが咲いてしまっています。柑橘系のものですね。ちょっと何ができるかまだ分かっていません。ここにはイチジクをちょっと入れてあります。こんな感じでイチジクも成長がいいようですけど、今年は実を実らせるかどうかが楽しみです。雑草の中にビワが少しずつ成長してきています。このところはキウイだったんですけど、キウイは少し死んでしまったような感じがしますね。少しこちらの方にも見えるかな、こんなような形でいくつかイチジクが刺してあります。去年のイチジクですけど、イチジクはこんな感じで今成長しています。これは何だったかな、ホウボウっていうのだったと思いますけど、今順調ですね。今年はロゼラの栽培にすごく苦労しました。というのは、若い芽の時になぜかスズメに食べられてしまって、ほぼ全滅に近いような状態になったんですけど、ネットをかぶせたら少し生き返ってきました。ブルーベリーも順調に成長していますね。ブルーベリーが今こんな感じで実がつき始めています。今年は多少は収穫できるかなと。鳥が食べるか私たちが食べるかの競争になると思います。この辺りにもブルーベリーがついていますし、こちらにも一応ブルーベリーがついています。今どんな感じかっていうと、これはちょっと葉っぱが結構茂りすぎてますけど、一応ブルーベリーもついてますね。で、これは種類が違うブルーベリーですけど、私たちどういう種類のブルーベリーを植えたかってあんまり記憶にないんですね。枝を刺しておいたらだんだん大きくなってきたっていうのが実際で、こんな感じでブルーベリーが 1,2,3,4,5,6本のブルーベリーが植わっています。昔からあったイチジクの木ですけど、これもちょこっと間引きっていうか枝払いをしましたけど、今こんな感じでまだ実は全然ついてない状態です。去年は10個ぐらいの実が取れました。今年はいくつ取れるかなと思いながらこれをやっています。このところではロゼラを栽培したんですけど、ロゼラは今5、6本ですね。で、この前のところではヤーコンが育っています。ヤーコンっていう、芋類ですね。これもどうなっていくか見ていきましょう。ブルーベリーがこのような形で大量に芽吹いています。いっぱい、取れるといいなと思っていますけど、祈っててください。さっきの大きいブルーベリーとはちょっと違って、こちらはまだ小さいですけど、綺麗にブルーベリーが成長してきました。多分同じ種類のブルーベリーですね。これもいいように実っています。こんな感じでブルーベリーができています。動物に取られる前にちょっと撮影をしたいと思いました。ブルーベリーがこのように
だんだん熟してきています。もう少し、紫になるのを待って、それから収穫ですが、動物が先か人間が先かっていうような感じですね。こちらにもブルーベリーがありますけど、まだ緑ですね。この列にブルーベリーをいくつか植えてあります。これはちっちゃいやつですね。野原に咲いてるブルーベリーだと思って私たちは成長させています。お、ここには綺麗に色づいてるブルーベリーがありますね。これはちょっと食べれそうですから食べてみます。うん、美味しいですね。ですからこんなような感じで成長していきます。ブルーベリーも成長してきています。もうすぐ収穫できるかなと思っていますけど、今こんな感じですね。で、小さな方のブルーベリーの枝もちょっと見てきますね。こちらが小さくまだ、ね、成長途中にあるブルーベリーです。ここにもブルーベリーがあります。で、ここにもブルーベリーがあります。ここにもあったんですけど、ちょっと死んでしまったような感じです。ここにも、ね、ブルーベリーが株分けしてあります。で、ここにも今ブルーベリーを育っています。どんなような感じになるか楽しみです。こちらはまあこの畑を借りる前からあったイチジクの木なんですけど、今年は実がちょっとつきがないようですね。多分剪定してある程度葉っぱを取らなければいけないと思っているんですけど、今はこんな感じです。ここにも柑橘系の木がありますけど、これは何の実がなるか分かりません。というのは種から育ったんですけど、何が植えたか自分たちで忘れてしまいました。こんな感じの柑橘系のものが咲いています。今日のブルーベリーの収穫です。結構大きなものが取れました。